こんにちは、皆さん。今日のテーマはハヤブサ VS ゼロ戦について皆さんと一緒に探究していきたいと思います。今日はどちらの戦闘機が優秀だったか楽しく見ていきましょう。さて皆さん、ハヤブサとゼロ戦どちらが優れていると思いますか？どちらも第二次世界大戦中の日本の主力戦闘機でしたが、それぞれに特徴があったんです。今日はそんな2つの戦闘機についてクイズ形式で楽しく学んでいきましょう。まずはクイズから始めますよ。1. ハヤブサの初期生産型1型の特徴は A. 3枚プロペラ B. 2枚プロペラ C. 4枚プロペラ。答え B. 2枚プロペラ。初期生産型の1型は2枚プロペラが特徴なんです。ゼロ戦とハヤブサはどちらも同じエンジンを搭載していましたが、そのエンジンの呼び方が違いました。ゼロ戦のエンジンの名称は A. 栄 B. 武蔵 C. 雷。答え A. 栄。ゼロ戦は栄エンジンという名称でしたが、陸軍での名称はハニ15と呼ばれていました。ハヤブサとゼロ戦はほぼ同時期に開発が始まった戦闘機です。ハヤブサは中島飛行機が製造し、昭和16年から終戦までに約5700機が作られ、陸軍地上部隊を支えました。一方ゼロ戦は三菱重工が製造し、帝国海軍の主力戦闘機として活躍しました。どちらも優れた運動性能と航続距離を持つ戦闘機でしたが、その設計思想や使用状況には違いがありました。では具体的にどのような違いがあったのでしょうか。まずハヤブサは2枚プロペラの初期型から3枚プロペラに進化し、軽量で旋回性能が高く運動性に優れていました。そのため新鋭の連合軍機相手にも引けを取らなかったと言われています。また整備性も良く、陸軍での信頼は非常に高かったです。一方ゼロ戦は空気抵抗の少ない設計で高速性能に優れ、特に長距離飛行において大きな強みを発揮しました。しかし製造に手間がかかり、生産性が低かったという欠点もありました。これは戦時下の日本にとって大きな課題でした。実はハヤブサという名前は国民向けの宣伝として付けられた愛称で、正式名称ではないんです。当時制作された映画加藤ハヤブサ戦闘隊の影響で、ゼロ戦よりも知名度が高いほどでした。さてもしハヤブサとゼロ戦が戦ったらどちらが勝つと思いますか。実際に非公式の模擬空戦が行われたことがあり、その結果全般的にゼロ戦の方がやや優勢だったと言われています。ゼロ戦はスピードが乗って減速しにくいので編隊を組むのが難しいとされましたが、その分け空力的洗練を追求した結果、性能的にはやや勝っていたようです。皆さんの意見も聞かせてください。ハヤブサとゼロ戦どちらが優れていると思いますか。また他に知りたいことがあればコメント欄で教えてください。皆さんの考えを聞くのが楽しみです。今回はハヤブサとゼロ戦について考えてみました。皆さんもこのテーマについてどう思うかコメントで教えてください。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。動画が役に立ったり面白かったと思われた方はぜひチャンネル登録やいいねを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた次回。